市の話題をお伝えする知っとく長崎。今回はゴーゴー街ブラ大作戦がテーマです。スタジオには街中事業推進室の吉野直樹さん、長崎県立大学の広橋龍也さん、市安橋横丁会熊谷雅樹さんにお越しいただきました。お三方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お揃いのユニフォームで今日はね来ていただきました。さあ、今回のテーマ、ゴーゴー街ブラ大作戦、こちらは長崎市が取り組んでいるプロジェクトの一環なんですよね。はい、長崎市では10月に開業した長崎スタジアムシティにお越しのお客様に、長崎の歴史と文化が詰まった街中エリアまで足を運んでいただくために、ビファーレン長崎、企業、大学、地域と連携したさまざまな企画に取り組んでいます。はい、産学官民連携の事業ということですよね。はい、具体的には、はい、今年度の取り組みでは、ビファーレン長崎、ソフトバンク、前輪、長崎県立大学、そして地元の商店街、長崎市などが連携して行っています。はい、こちらのプロジェクトは去年の12月から動き始めたと伺っているんですが、すでに2つの企画が実施されているんですよね。はい、1つ目は今年の4月に、ペッパー君プログラミング教室 in 浜の町として、浜の町アーケードの一角で集まった子どもたちに簡単なプログラミングを行ってもらい、ソフトバンクのペッパー君にビファーレン長崎の選手に向けた応援メッセージを喋ってもらい、その様子を動画に撮影しました。はい、でその動画を長崎県立の大学の学生さんに編集してもらって、ビファーレン長崎の試合の際に実際のトランスコスモスのスタジアムの大型ビジョンで応援していただきました。わ、それは喜ばれたでしょうね。はい、なんとその試合には子どもたちも招待ということで、大いに喜んでいただきましたよ。わ、いいですね。はい、そして2つ目なんですけども、はい、8月にパブリックビューイング in 浜町として、ベルナード観光通りで、浜クロス411 の浜モニ、大型ビジョンの浜モニを使って、はい、ビファーレン長崎のパブリックビューイングを実施しました。はい、はい、この時は約400名の方が参加していただいて、大いに盛り上がりましたよ。はい、もうとても盛り上がってる様子が伝わってきました。はい、そして11月6日水曜日から10日日曜日まで、また大きなイベントが開催されるそうですが、詳しく教えていただけますか。はい、そうですね、11月10日の日曜日には、ピーススタジアムでビファーレン長崎のホーム最終戦が行われ、ハピネスアリーナでは長崎ベルカの試合が行われます。はい、そこでゴーゴー街ブラ大作戦、浜の町長道座エリア秋の陣と銘打って、街中エリアにたくさん足を運んでいただくためのさまざまなイベントを開催いたします。はい、そんなゴーゴー街ブラ大作戦、浜の町道座秋の陣には大きく3つの企画があります。1つ目、必勝祈願フォトスポット。2つ目、ゴーゴー街ブラスタンプラリー。そして3つ目がスタジアムシティ初アディショナルタイム in 市安橋。これどれも興味深いんですが、順番にご紹介いただきましょう。まずは1つ目、必勝祈願フォトスポット、どんな企画ですか。はい、スタジアムに来られたサポーターやブースターの皆さんが、まあ、街中にも行ってみたいな、行ってみたくなるような、まあ、楽しめるスポットを作ろうという企画です。はい、はい、地元の道座町商店街の皆さんが主体となって取り組んでおられます。自治会に協力してもらって、道座のビルの屋上にある道座稲荷神社の境内の一角に必勝祈願フォトスポットを整備しました。はい、はい、道座稲荷神社には日露戦争時に戦勝祈願を行ったところ、出征した人が無事に帰還したという言い伝えがあるそうで、必勝を祈願するスポットとしては最適な場所じゃないのかなと思っています。確かにそうですね。はい、デザインの方は、当日のお楽しみということで、まだ今日は見ることができないんですね。はい、でもですね、前輪さんの協力をいただいて、サポーターやブースターの皆さんに喜んでもらえること間違いなしのデザインになってます。はい、楽しみです。はい、11月6日水曜のお披露目式以降に
一般開放の予定でございますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい。注意事項です。この必勝祈願フォトスポットがある銅座稲荷神社はビルの屋上まで狭い階段になっています。皆さん、安全に十分気をつけて、上り下りしてください。はい。そしてフォトスポット以外にも必勝祈願ができるようになってるんですよね。はい、こちらの必勝祈願おみくじになります。はい、こちらですね。はい、こちらはスタンプラリーの、この後お話しするスタンプラリーの抽選会場や、前輪さんのストローカルショップ、スタジアムシティ店、新地町長崎駅前店などで配布しております。はい、そして皆さんこのおみくじを、持って、はい、このフォトスポットに来ていただくと、このおみくじをかける掛け場を、横スポットの横に設置しております。はい、フォトスポットの方と一緒にご利用ください。はい、そしてこちらに置いてあるのぼり、これの大きいサイズがですね、街中を盛り上げるということです。さあ、続いて2つ目の企画はゴーゴー街ぶらスタンプラリーです。じゃあこちらは広橋さん、ご紹介お願いします。はい、スタンプラリーのエリアは銅座、四安橋、浜の町で29の参加店舗と銅座稲荷神社のフォトスポットで合計30カ所になります。はい、そのうち2つのスタンプを集め抽選で豪華景品をゲットしてもらおうという企画です。はい、面白そうですね。参加方法など教えてください。今この画面右下に出ている二次元コードをスマホなどのモバイル端末で読み取っていただくと、ブラウザ上にマップが出てきます。はい、この二次元コードはチラシや参加店舗にも設置しています。はい、参加店舗に行ってお買い物や飲食を楽しんでいただき、各店舗でお会計時にこのような二次元コードを読み取っていただくと、はい、スタンプがたまるといった仕組みになっています。なるほど。使い方がよくわからないなという方のために、ソフトバンク長崎浜の町店さんのご協力で11月6日9日にスマホ教室を開催していただきます。はい、スタンプラリーのこと以外でもお気軽に相談ください。参加は無料ですが事前予約制です。詳しくはこちらまで。スタンプ2つで1回抽選ができ、お店独自のスタンプラリー特典があるところもありますので、ぜひ街中をブラブラして楽しんでいただければと思います。はい、スタンプラリーとっても楽しそうですし、景品も知りたいですね。はい、すべての景品が決まっているわけではないですが、一等はスタジアムシティ観覧席ペアチケットです。わ、すごいですね、豪華。参加賞もあるので多くの方にご参加いただければと思います。はい、これはぜひ皆さん参加していただきたいですね。さあ、お待たせしました、熊谷さん、3つ目の企画、スタジアムシティ初アディショナルタイムイン四安橋横丁について教えてください。はい、11月10日のサッカーやバスケットの試合が終わった後に街中に来ていただいて、試合後の興奮をアディショナルタイムとして延長し、地域の活性化につなげていく企画です。はい、この企画の中のイベントも充実していますが、スタジアムシティから街中に移動するためのサービスもあるんですよね。はい、こちらのチラシがこの企画のものです。これを11月10日にスタジアムシティ周辺で配布するのですが、よく見ていただくと右下のところに路面電車無料乗車券がありますので、こちらを活用していただいて街中までお越しください。あ、このチラシに無料乗車券がついてるんですね。これは嬉しいですね。そして会場となるのが銅座川プロムナード広場です。地図で見ますとこちらですね、銅座町通りもしくは四安橋横丁から入って柳小路通り沿いにありますね。こちらには飲食ブースも何店舗も出店されてにぎわうそうですね。はい、飲食ブースもそうですし、周辺には多くの飲食店がありますので、ぜひともはしごしてほしいです。あ、確かにはしごして楽しめるとまたそれも嬉しいですよね。そしてイベントもたくさんあるんですよね。はい、まずは長崎くんちにまつわる出し物です。午後6時からは今年の踊り町でもあった麹屋町さんの川舟、その網打ちをご披露いただけることになっております。え、網打ちを見ることができるんですか。うわ、これは楽しみですね。はい、そして私も本石灰町の一員として昨年くんちに出させていただきましたが、私たちの御朱印船のお囃子とイベントなどでジャオ踊りをされている Z 屋さんとコラボレーションしてジャオ踊りを披露させていただきます。へー、すごい。また
7時と8時半の2回、こちらも今年の踊り長だった新山さんの末太鼓をご披露いただきます。わあ、豪華ですね。また午後6時半からの一斉乾杯では、ホームの方もアウェーの方も関係なく仲良く盛り上がりたいので、ぜひとも多くの方に参加していただきたいと思っております。はい、一斉乾杯も盛り上がりそうです。そして嬉しい特典もあるんですよね。はい、ワンドリンク無料サービスがあります。こちらのユニフォームを着用している、もしくは当日の観戦チケットを ご提示いただく、または先ほどのお見せしたこちらのチラシをご提示いただく、そうすることでブースでのワンドリンクが無料となっております。ワンドリンク無料、これはもう太っ腹なサービスですね。皆さん楽しんでください。ということで、ゴーゴー街ブラ大作戦について詳しくは、長崎市街中事業推進室電話 095-829-1178 までお問い合わせください。それでは最後にテレビの前の皆さんに向けてメッセージをお願いします。代表して吉野さんからお願いします。はい、長崎スタジアムシティができたことをきっかけに、新しい取り組みやつながりができ、長崎の街がドキドキワクワク生き生きしてきました。スタジアムシティに来られた方にもこの感じを楽しんでいただくため、企業や商店街、学生の皆さんと一緒に作り上げたおもてなしのイベントです。みんなで盛り上げていきましょう。せーの、お待ちしてます。お待ちしてます。揃いました、はい、皆さんで盛り上げていきましょう。今回の出得長崎はゴーゴー街ブラ大作戦について、街中事業推進室の吉野さん、長崎県立大学の広橋さん、市安橋横丁会の熊谷さんにお越しいただきました。お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。